しますよ。くるくるさあ、これで走りましょう。はい、走ることによって心肺機能が高まります。もちろん股関節も肩関節も動くようになります。腕を振って軽く走りましょう。つま伸びあります。柔軟性をアップして腕を強くします。アップして足の筋力を強くしていきます。膝をしっかり前に曲げて出すようにしましょう。
パスマツボです。はい、ツボ押しによるリフレッシュ効果とそれから、柔軟性をアップします。肩幅に足を開いて座ってください。背中のツボに当たるように、座ってみましょう。そして手を上げて後ろに十分に反ります。さあ10秒、じっとしてみましょう。